マイクマンゴールドはアメリカ合衆国の極技飛行パイロットアメリカン航空のボーイング787の事業用操縦士。2004年から2009年までレッドブルエアレースワールドシリーズに参戦し優勝回数は9度2005年シーズンと2007年シーズンには総合優勝を果たしたニックネーム及びコールサインはモンゴ オハイオ州シンシンナティに3人兄弟の長男として生まれる。3歳の時にカリフォルニア州へ高校時代にペンシルベニア州へ引っ越した。1974年空軍士官学校在学中にスカイダイビングをしたのが航空キャリアの第一歩であった。1977年に空軍パイロットの訓練を受け戦闘機パイロットとなり卒業後は 空軍兵器学校へ進んだ。1983年、同校を主席で卒業し、最優秀生徒の栄誉を受けた。大西洋から合衆国本土の基地に所属し、核兵器、通常兵器、ハイテク兵器などを搭載しての飛行や、F-4 での迎撃などのミッションをこなした。F-4 には、約10年間登場した。 1989年に現役を退き、US Airways のパイロットになり、ボーイング767を含むいくつものジェット機を操縦した。パイロットになった後もスカイダイビングは続け、1981年から1985年までアメリカ合衆国パラシュート協会のメンバーを務め、スカイダイバーとして国内で何度も優勝した。1996年に、 ロシアアナパで296人のパラシューターの一人として、フォーメーションスカイダイビングの世界記録樹立に参加した。1990年、競技型の曲技飛行をはじめ、スーパーデカスロンに乗り、エアショーのキャリアが幕を開けた。国内の曲技飛行選手権で何度も優勝し、2002年には、アンリミテッド部門で、歴代最高得点を記録しただけでなく、国際曲技飛行クラブから、 エルポール数ー,ー賞を受賞した。2004年から2009年まで、レッドブルエアレースワールドシリーズに参戦し、2005年シーズンと2007年シーズンには、総合優勝を果たした。2010年、レッドブルエアレースを引退し、チャレンジャークラスのコーチに就任し、予選前に行われるメディア向けのテストフライトも、行っていた。エアレースを中継する。 フォックススポーツのコメンテーターを務めた。他に、レーシングジェットインターナショナルの役員を4年間務め、2013年まで、リノエアレースの責任者を務めた。クラシックジェットやクラフト協会の役員も務めた。2015年12月6日、午後2時20分頃に、カリフォルニア州、アップルバレー空港を離陸して間もなく、乗っていた。 L-39 アルバトロスが墜落して爆発、マンゴールドと乗っていた他一名が死亡した。ツマジュリーと同じく極技飛行パイロットの二人の子供を残しての死だった。ありがとうございます。